今年は札幌市政100周年記念の冠イベントとなることから、今日開催委員会のメンバーが札幌の秋元市長を訪れました。モエレ沼芸術花火は札幌東区のモエレ沼公園で行われ、音楽のリズムや曲調に合わせて花火が打ち上がるのが特徴的な花火大会で、今年で10回目を迎えます。去年はコロナ対策で人数を5000人に制限していましたが、今年は基本的な感染対策を行った上で、およそ1万5000人の入場を見込んでいます。入場にはチケットの購入が必要で、千葉エリア席は1人4000円ですが、8月3日まで2500円で購入できるということです。モエレ沼芸術花火の開催は9月3日です。